がいいですかっていうのを聞いて、一番ね多かったのにしようと思ってそう、なんかねツインテールが一番多かった。彼氏してみた。なんかそう、髪切ってから多分しばらくあんまりしてなくて、最近伸びたからね、もうできるね。ほっ、あとね2番目にポニーテールが多かった次じゃあポニーにしようかな。だだだだ、よいしょ、こんばんはこんばんは、よいしょ。ほあ、七三派もいたな。そう、ちょっとね七三はねまだちょっとね、あの前髪がねちゃんと伸びないとすぐピョンって戻ってきちゃうからねそう、もう少しね伸びてちゃんとこうピピョってしなくてもできるようになったらいつかしようかななんちゃってオレンジメイク容器だって嬉しい。もうめっちゃコテコテに塗ってやった、今日配信だからめっちゃオレンジかもしれないだからそう、前髪今日浮いててさ朝からちょっとね今だいぶやっとね収まってきたんだけどね、ちょっともうやばいのよ、眉毛出てるかも気づいたらそう、こったこって塗ってやったほっねえ嬉しい。そうギラギラしちゃったやったね、晩ご飯食べた。晩ご飯ね、まだこれからかな。そう今日はね7時半まで配信しようと思います。嬉しい、なんか結構この夕方というか夕方よりちょっと後の方に配信するのね久しぶりだからね嬉しいね。1時間半、そう1時間半配信しようと思うので7時半までぜひお付き合いください作りながら見るっていいね、素敵。もうちょうだいそのご飯みんな何食べるの、何やる。あ、そう今日はねなんかそう本当はメイク配信をしたかったのだけれど、まだねニキビが治りかけなのでそうもうちょっとねお肌が良い感じになったらしたいなと思ってて、そう今日はコメント読んでお話ししつつ、そうあと歌配信が好きって言ってくださる方が多かったからしようかなよっねえちょっと本当にねちょっとお肌のコンディションがコンディションちょっとねいい感じになったらねしようかなって思ってそうそうコンディションねそうなのよ、つぐみんと同じ学年です、応援してます大好きなって、あーキュンでした嬉しいありがとう、同い年やった嬉しい、ありがとう嬉しょん終わらすなって面白い。そうお肌そうなの、なんかやっぱり最近ねずっとお家にいるからかやっぱりねすごくニキビがね出現しやすくなったのよ。そうなのだからね、そうなのメイク配信ってさあのすっぴんじゃない最初そうだからそうちゃんとねいい感じのねコンディションの時がいいなと思ってそうなの。でもねそうこの間ここにめっちゃでかいのボッコーンってできたんだけど治ってきたのだんだん。そういつもそうニキビできるとメールでみんなに愚痴るの、ニキビできたってそうね謎にね報告しちゃうんだよね。
そうそう、そう、コンディション整ったらしたいなって思ってそう、しかももっとねそれまでにいろいろこの期間でね勉強できるように言わなきゃ気づかんのに、本当にマジ、え、じゃあちょっと黙っとこうかなそっか、もしかしたら自分だけ分かってるのかもね、黙っちゃおう今度からうんうん、そう、何でも言っちゃう、そうなの、本当にそうなのよ何でも言っちゃうね、うんうん、そうなの、教えてくれるスタイル、そうなの、でも分かる、ちょっと治ったの、ほらこれこれこれ、こやつこやつこやつです本当にね、そう、よくいらっしゃるのよね、顔赤い、ちょっとチークに塗りすぎたかな今日ちょっと張り切ってしもうてね、ちょっとだいぶこよくしちゃったんだよ恥ずかしいちょっとね、まあね、してるうちに馴染むよねきっとね、ポンポンってそうそう、うん、ほそうなの、なんかね、いつも配信の時なんか張り切っちゃってめちゃめちゃいつもよりさらに濃くしちゃう、そうそうえ、ちょっとやばいかな、あ、濃いちょっとびっくりしちゃった今やっぱ画面で見るのと鏡で見るので違うね、あ、や、なんかアンパン濃すぎてちょっとアンパンマンみたいな、恥ずかしい引かない、どうしたら引くんだろうね助けてちょっと見逃してみんな、ちょっとしばらくアンパンマンなんだけどさそうそう、あ、ソパソマンねスーパーマンスーパーマンだって、あん、あんこかの中身なんだろうねつぐアンパンマンかわいい、この顔文字大好きなの、あのアンパンマンのうんうんそうなの、あんこがね苦手なのよ、そうだからね、アンパンマンは早く中身チョコとかカスタードにしてくれないかなってすごく思ってるそう、でもそうなるとそっか名前が変わっちゃうんだもんね、それダメだ、うんねえ、そうなの、あんこがそう苦手だから、たい焼きとかもそうなんだよね、そういつもあんこ以外のものをねそうカスタードマンなんかちょっと違うよねそうそう、アンパンマンがやっぱ一番低いくるねね、あとあとあと、そう、笹団子、そうなのよな、でもなんかあの笹団子、新潟にそのあんこの代わりに笹団子の中にきんぴらかな、きんぴらが入ってるやつがあって、それがめちゃめちゃ美味しい、おすすめ、うん、そう、あのね餅の部分めちゃめちゃ好きなの、笹の味のね、だけどそうあんこがねちょこっとね苦手だからね、そうなの、でもいつかね克服したいんだ、でもあんこが食べれたらめちゃめちゃ幸せじゃないね、洋菓子、うん、和菓子かなとかねわかる、そうきんぴらのねやつが美味しいのよ、うん、食べてみて、おぬぬめそうあんバターね、もうあの何、あんバタートーストってあるじゃないね、あれ絶対美味しいじゃん、食べたいのねえ、なんかいい方法ないかな克服、
てかそもそも何が苦手なのかも自分で分かってないんだけど苦手なの私服だって。うえー、食べたいねえ、ちょっといつか克服しようと思っているうん腰あんもダメ。そうなの、腰粒白全部ダメなの悲しい。あれだよね、腰あんってこしたあんだよね、そのそのままなんだけど、あの粒あんがなんかその豆が入ってて鉄だよね。そう、どっちも苦手な。うん、でもきっとめちゃめちゃ美味しいんだろうな。そう、おしるこも苦手。うんちょっとママすぎたねそうそう、こしあんね、よいしょあ、ずんだ餅、なんかずんだ餅のなんかずんだ味、うん、ずんだ味の飲み物とかは飲んだことがあるんだけど、そうずんだ餅ってまだね食べたことがなくって。そう、枝豆好きなの。もしかしたらそれで食べれるかもしれない。うん、そうずんだシェイク美味しいの。そう、前に握手会終わりかなに、そう2期生のみんなに、みんなっていうかそう3、4人でそう買いに行った思い出。そう、ななみーとテラヒナとひのちゃんだったかな、そうというね4人で飲んだの。そう、それが初ずんだシェイクだったんだけどめちゃめちゃ美味しくて、うん、駅中かな、東京駅大丸だったかなのとこにあるの、めっちゃ美味しくてたまげた。うん、ちょっとずんだ餅ね食べてみるいつかうん、そう枝豆好きなんだよね。そう、お大丸で買ったことら、よかった、多分それだね。うん、日向坂だと川田さん好きな、あそうなの、大好きなの、ひなちゃん、ひなさん、もうすごいね、なんかみんな可愛いじゃない、もうなんかなんていうの、たくさんいるけどみんなそれぞれ可愛くて、そうでもそうなの、好きなの可愛い、すごい好きなんだよね。そう可愛い、うん東京駅の地下美味しそうなのいろいろあって、まあ、わかる、なんかそうまだ全然そこまであれしたことはないんだけど、なんかね一回行った時にあのコーンの、わかるかな、コーン揚げっていうのかなコーンを揚げた天ぷらみたいのがあるんだけど、地下、あれ地下なのかな、地下じゃないかもしれないかもなんだけど、そう、それがめちゃめちゃおすすめ、美味しかった。うん、けやきさん、けやきさんはハブちゃんが好きですみんなさん好きだけど、あと森田ひかるちゃんめちゃめちゃ好きうん、すごい、そう昨日ねインスタのストーリーでね、そうそのお話をちょこっとねしたら、そうすごい語りましょうって言ってくれる子いっぱいいてね嬉しい。そうアイドルさんは可愛い、最近ねよくいろんな、そうでやっぱ全然踊れ、なんかステージに立って踊ったりを久しくしてないから、そうロスでそういろんなアイドルさんのライブ映像とか見たり、うん、腹筋100回してバキバキになりましたお疲れお疲れとか言ってそう、あ、ミッキーだ、そう昨日ね昨日ね、そうインスタの質問箱をしたのだけれど、そう質問が採用されたら腹筋100回しますっ
ていうのが来てて、採用してやった。えない、ちゃんとやったのね。ねえ、いや悪い子悪い子。わ、採用してやろうと思って採用しちゃった。すごい、ちゃんとしたの偉い、君は偉い。ね、なんかそう、この期間たくさんね、質問箱とか、そう、お絵描きとかね、みんなのリクエストとかね、いっぱいあれしたらいいなって。そうそう、マカロニ鉛筆好きなので語りたいです。もう語ろう。そう、バンドさん、私好きなバンドがいっぱいいるのだけれど、語りたいみんなと。もうね、一回そうインスタで好きなおすすめの音楽を教えてくださいっていうのをした時に、もう趣味が合う人しかいなくて、これはもうみんなと語れると思って。そうなの。そう、最近はね、よく音楽を聴きますね、いろんな時。うん、あ、いたたたた、やったかしょ。おすすめ、そう、マカロニ鉛筆さんは、ひなたがね、そう、前におすすめの曲教えてって聞いた時にいろいろ教えてくれて、そう、それで聞いたらもうドハマりしました。うん、すごいね、もうほんと、なんか今度さ、語る配信しようよ、みんなで。好きな音楽とか好きな食べ物とか。ね、楽しそう。みんなのそう、おすすめのやつとかもね、聞きたいなと思ってて。うん。ね、楽しそう。うんうん。あったあったあった。うん。お、洋楽、いいね、洋楽。洋楽、あー、懐かしい、すごい。あの、小学校の5、6年かな。の時にワンダイレクションさんにめちゃめちゃハマって、そう、そっからすごいいろんなの聞いてた。うん。ねえ、ちょっと次の配信とかいいかも。語ろう配信。ね、うん、ほ、てぐちゃん好きだよ、かわいい、嬉しい。ラブー。ありがとう、嬉しい。懐かしいね、うん、洋楽いいね。なんかさ、洋楽聴いてるとさ、めっちゃ私おしゃれって思っちゃわない？わかる？そう、錯覚しちゃう。うん。うん、あたたたた。すごい好きなんだよ、そう。いいよね、もう音楽すごい。なんかお家にスピーなんかこんなぐらいの、なんか Bluetooth でつなげられるスピーカーがあって、そう、めっちゃ音質がよくって、それにそう、つないで音楽大音量で流しながら最近ずっとメイクしてる。そう、楽しい、おすすめ。うん、そう、音質いいのいいよね、わかる。すぐちゃん、激しい系のロックとかも聞くのかな。あ、意外と聞く、いろんなジャンル聞くかも、ロック。うん、ワンオークさんとか、うん、いろんなの聞く。なんだろう、本当にね、いっぱいありすぎて、そう。うん、なんかね、お兄ちゃんが結構そう、ワンオクさんとかオーラルさんとかが好きで、それに影響されてちょっと好きになったり。うん。そう、聞く、すごい好き。うん。そう、お兄ちゃん乃木坂好きな、お兄ちゃん、そうそうそう。そう、ねえ、いいね、すごいね、いろんなの好き。うん、
ラブソー好き好き、ラブソー龍太エリアさん。ほヒゲダン好き。うん、あヌーさん、ヌーさんも好きヌーさん、うん、あのヌーさんのね、あの曲ロンリロンリロンリのやつ、なんだっけ曲名が出てこない。泣かないで愛しい人よ、ぬぬぬぬぬぬぬのやつが好き。なんだっけ、ちょっと悔しい、曲名が出てこないうん、ミエナーさん新曲よかったね、わかる、バラバラ、すごい聴いてるあ、そう Don't Stop the Clock、 うん、それが好き。うんいいね、なんか音楽いいそう、なんとかクロック、そう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 なの、すごい好き。なんか夜にお風呂の中で聞くと、もうあ、おしゃれってなるそう、おすすめ。うんお、前回のもぐもぐ配信よかった。お、ほんと？そう、めっちゃグダグダなやつねありがとう、嬉しいね、お風呂で聞けるやつ欲しい。え、うん、そう、なんか今お風呂に貼り付けるスピーカーみたいのがあるらしくてね、それ欲しい私も。でもなんか私はね、携帯でいつも流してるんだけど、何、汗拭くタオルとかいっぱいあるじゃん、ちっちゃめのタオル、あそこに携帯をこう大事にくるんでそう、極力鳴らさないようにして、大音量にして、その手すり、なんかお風呂の手すりみたいなとこがあって、そう、そこにポンって置いて流してる。うんそう、たまに落としそうになるんだよね、本当にびっくりする。そうなの、危ないのよね。あ、ジップロックいいね、学んだ。そっか、ジップロックいいわ。なんか一時期なんかその携帯こういうジップロックみたいのに入れて、なんか何、上から操作できるみたいな入れ物があったんだけど壊してしもうて。そうなのいいね、そうだ、ジップロックにしたらいいんだ、天才だねそう、ドラえもんのやつ、そうなの、ドラえもんのその携帯入れてこういじれるやつを持ってたんだけど壊してもうた。そうなのね、そうだから今ね、そう本当にバスタオルとかにくるんで聞いてる、いつもそう、壊れちゃった、悲しい。そう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 、サマステ、そうだね、出前にいただいたものなんだけど壊れてしもうた。そう、あったあったあった、ね、ちょっとジップロックね覚えとこう今日からそれだね、今日からそうする。うん、あ、そうだね、ケース買えばいいんだよ、それが早いそれだわ、そうする。うん絶対忘れるよねって、なんでわかったのそう、多分ね配信終わった頃にはきっと忘れてるんだろうな私。みんなだからお知らせしてそうそう、ジップロックね、うんそう、ちゃんとね、この今は覚えてるんだけどさ、終わっちゃうとね忘れちゃうのそうそう、だからみんなお知らせしといてそう、うんうんだからお知らせしてもね、そうなの、忘れそう、確かに、うんそれじゃあ今夜の終わりの挨拶はジップロックでジップロックじゃあそうしよう、
そうしよう、今日の終わりはみんなでジップロックね決まりうんそうなの。ほっあ、こんばんは、初見です、嬉しい、ありがとうございますこんばんは、みんな何してるの今そう、ケース買わんの書いてそう、買えばいいんだ、そうそうでもね、ジップロックで猫、ね、いじれればいいね、そうしようお、今仕事は、お仕事中に見てくれてるの、ん、もしかして無音だったりする、頑張れ伝わるみんなお家かな、お仕事とか、ほ、部屋で超絶待ったりいいねもう晩ご飯食べてます、嬉しい、食べながら、美味しいかい、ニワトリの散歩しながら見てます、え、めちゃめちゃレアケース、え、すごい、ニワトリを飼ってらっしゃるのかな、え、かわいい、ニワトリも散歩するのね、ねえ、ハロー、ニワトリちょっと難しいね、なんて言ったらいいんだろう、みんなペット飼ってるの、文鳥飼ってる、いいな、鳥、そう、ペット飼いたいのハロー、ニワトリそうそう、猫いいね、猫ちゃん、白いポメもうね最高だよ可愛いよね、なんか犬の中でなんかポメの、ポメが一番好きで、そう、なんかよくインスタのおすすめの動画とかでめちゃめちゃ可愛いポメが出てくる時があって、めっちゃ可愛い、うん、マジで可愛い、なんかもうさ、こんな大きさ、わかる、こんな、なんかもう手で収まっちゃうぐらいのちっちゃいポメがいて、めっちゃ可愛い、うん、何だったかな、多分韓国の方のインスタグラム、そうかな、がおすすめに流れてきて、めっちゃおすすめ、ちょっとね名前がわからないのがあれなんだけど、見てほしい、うん、うさぎ、ロップイヤー、かわいいね、うさぎもいいね、そっか、そう、この前テレビ、何のテレビだったかな、でなんか動物のやつがやってて、そう、うさぎかわいいなと思った、うん、クワクワラビー、わかるクワクワラビーめっちゃ好きなんだよね、みんな知ってる、クワクワラビー、なんかね、オーストラリアだったかな、なんかどっかの国にいる、あれなん、わらび、わら、な、なんなんだろうね、なんか生き物がおる、いるんだけど、そう、笑ってるのよ、めっちゃね、飼いたいの、クワクワラビ、そう、多分動物の中ですごい一番好きってぐらい好き、そう、見てほしい、マジで可愛い、なんかこう携帯をその一緒にこう向けると写りに来てくれるんだって、可愛いんだよ、笑ってるのめっちゃ可愛くて、そう、すごい飼いたいあ、飼いたいというか、一回人生が終わる前に一度会ってみたい、うん、可愛いんだよ、そう、笑ってる動物好きでそうなの、なんかワンちゃんとかもたまになんかすごい笑ってるって子いるじゃない、あゆこ好き可愛い、癒し、うん、今見てきましたが、みんなカメラ目線でした、でしょ、
そう、ちゃんとカメラに映り込んできてくれるの可愛いよな、癒し。うん、ハリネズミね、あのカフェあるじゃない、ハリネズミカフェ、あれ行ってみたいなって。うん、そう、基本ね、そうなの、動物好きなのが多くて、なんか動物カフェ行ってみたいんだよね。そう、行ったことなくってね。そう、なんか新潟に動物カフェあるかなって前にそう探した時に、なんかね、やっぱりちょっと遠かったりしてなかなか行けてなくて。あ、そうだ、一回、そうだね、動物カフェではないんだけど、なんかいろんな生き物がいるところかなに、そう、ガタフレで行ったことはあるね。そうだね、可愛かった、あれなんだっけね、そう、いろんなね、珍しい生き物がいて、そう、行きたいんだよね、動物カフェね。うん、え、駅南にある、本当？え、ちょっと探してみようね。え、ちょっと行きたいのよね、収まったね。うん、なんかね、そうなの、癒し癒し欲しいうん、行きたい。あー、確かにそうね、動物園確かにあんまりないかも、新潟。うん、ペットショップとかならあるか。そう、よく巡ってます、ペットショップうん、うん、あ、そう、フクロウモモンガだ、そう、初モモンガ可愛かった。うん、ペットショップで買いもしないのに見る、わ、そうなのなんかそう、見に一気に行くっていう、なんていうの、そう、でも本当に毎回見に行ってギリギリって家族みんなで踏みとどまる、買いたいってなってそう、やっぱ見に行っちゃうとやっぱり買いたくなっちゃうんだよね。うん、そうなの、そう、でもね、そう、実は家族で今約束事をしていて、そう、もしかしたらって感じなのね、もしそうなったらね、いっぱい報告するね。うん、買いたいんだよ、そうなのそうなのね、そう、だから買えるといいな。うん、フェレット、え、フェレットって買えるのね、あの、なんかこういうやつだよね。うん、ねえ、買いたいの、そうなのね、買ったらぜひ報告しようかなうん、わあ、ポンちゃんの飼い猫かわいそう、なるちゃんめっちゃもう美人さん、なんていうの、なんかほんとアニメに出てきそうな猫ちゃん、かわいいのね、すごい、意外とみんないっぱい珍しい動物を飼ってらっしゃる。うん、ちょっと生まれ変わってつぐみんに飼われてくる、だっておもろい、何、何に生まれ変わろうとしてるのペットショップよ。でもそう、動物好きすぎてペットショップの店員さんになろうとしてた昔うん、ね、可愛いよな、生き物って素敵、癒し。爬虫類系、昆虫類って読むのかな、そう、なんかね、割と大丈夫そう、動物好き。うん、なんか私の保育園がなんか年に1
回すごいなんかいっぱいいろんな動物たちが来る時があって、なんていうのかな、動物園のところなんかなの動物が出張して、そう私のそう言ってた保育園にそうこう何来て、なんか動物園みたいな 感じになるのが1年に1回だけあって、その時にこんな太いでっかいヘビが毎年いるんだけど、それをこう首に巻いてイエーイっていう写真が残ってた そうヘビ首にかけるやつ、そうそうそう、で普通にイエイってしてたから多分平気、うん そう意外とそうなの、ちっちゃい頃からね虫とか平気だった、野生児野生児、うんそうなのそうなの、でも唯一ね蚊だけ嫌いなの私 あ蚊というかなんかなんていうの、刺す人嫌いなの、なんかね、すごい悪意のある人 人っていうか虫わかる？ いるじゃない、もうさ蚊なんて悪意しかないじゃない ねえ、でもそうだよね、蚊もきっと生きてくためにあれしてるんだろうと思うんだけれどさ、めっちゃ痒いじゃん蚊って、そうなの、だからね蚊は苦手、そう痒いからさ、あそうブヨとかね そうそうそう、なんか何もしませんよただの虫ですよっていう虫はもう素敵 そう刺す人ダメなんだよね、うんそうなの、痒いとか痛いとか言うのダメ うんなんかでも大きくなってからあんまり蚊に刺されなくなった最近、うんなんか小学校低学年の時とかはもうそこラジオドット作ってた そう そう蚊とかね蜂とか、うんそうドット伝わる、なんか 蚊に刺されると丸いじゃない、なんか刺されすぎてもなんかドットですみたいな そう感じだった昔、うんねえ蜂ね、蜂とかもね刺すよね、よくないよくない 伝わる、そうドットドット、そうなの昔ねすごい、そうなのよく刺されてたな蚊に、うんうん野球やってた時は刺された、あー野球あーでも刺されてたかも結構、うんなんかねすごいやっぱりその外でするじゃない、だから結構ね虫刺されてたね、うんドット うんでもなんかなんでだろうね最近急に蚊が寄ってこなくなった、多分もうすごい嫌いです蚊が嫌いですっていうオーラ出してるんだと思う そうそうなんだよ、長袖のアンダーシャツしか勝たん わかる わかる、そう夏場は本当に ねすごいわかる あとソフトボール部だったんだけど、すごい靴下っていうかなんだろう靴下かなんか膝上までこう上げなきゃいけないあれで、もう本当に日焼けがすごくて靴下焼け、うんなんかもうほんと脱いでも靴下履いてるみたいな なってた、そう中1の時かな、うんうん すごい靴下焼きしてた私、うんなんかでも今でも残ってるかもしんない、うん割とまだねくっきりある
靴下焼けすごいんだよね、取れなくて。なんかもうだから異常にこの足のここ、なんて足の甲っていうのかな、だけ白い今。あ、そうだね、運動会とかもね焼けるよね、すっごい。うん、すごいんだよ今も多分。うん、割と靴下焼けまだ取れてない。おかしいな、割と何年も経ったんだけどな。うん、そう、靴下焼け消えない。そう、黒い時期、そうそうそう。ヒサロじゃん。そうなの、ヒサロ本当にもうなんか入った当初ヒサロ行ってたみたいなぐらいに黒くて、うん。でもなんかもともとすっごいなんか地黒の人なのね、だからなおさらそれが黒くなって。本当にもう中1の時が一番ピークかな。うん。そう、靴下焼けって言葉初めて聞いた。え、本当？え、なんか地域にもよるのかな。そう、靴下焼けするんだよね、すごい。うん。でも今やっとね、だんだんちょっとなんか元の地黒の色に戻りつつあるんだけど。そう。そうなの。あ、そうだ、カラオケ忘れてた。あ、そうだそうだ、ありがとう、思い出したよ。そうだ、カラオケをするって言ってたんだ今日。そうだそうだ、じゃあそろそろしようかな。急にありがとう、思い出させてくれて。そうだそう、今日はね、なんかこの前一回した時にいろんなグループさんの各曲を歌ったのだけれど、そう、この前やった時、そう、イコラブさんとナイミーさんかなの歌ってないなと思って、そう、なんかね、そこ歌いたいなと思って今日ね選んでみた、自分で。そう。え、やっぱりみんな待ってた、ごめん。忘れとった。そう、よし、イヤホンをよっ、どこ一緒、どこ一緒、オッケー。そうそう、そうね、あ、来たね、うん。そう、でもね、高い、もうね、最近すごく好きな曲から、オッケー、どれだっけ、あった、よっ、なんかリバーブってしない方がいいのかな、どうなんだろう、1ぐらいなしでいいのかな、ちょっと1にしてみるね。そう、私がね歌いたいと思ってすごい好きな曲があって、よっ、ほっ、わあ、ちょっと緊張してきた、あった、じゃん、歌えるかな。ちょっと緊張してきた。よいしょ、よし、ほっ、よし、いくよ、よっ、あ、そうだね、ほっ、いきます。うわ、めっちゃ自分の声聞こえる。よいしょ、ちょっと恥ずかしいから顔隠すね。もうたぼれそうだ、今日もグラウンドは暑い、トランペットの音が聞こえ、転が早くなるおなじみの音色、ちょっと先輩飛ばしすぎ、ボール通りは僕なのに、あ、出てた。
そこにいたの。風なびくふわりスカート金ピカピカトランペット、同じクラスマドンナを吠えば戸惑った、なんかちょっとビビッときてしまったんだ。なんか遅れてる。だから今勇気出している君の音だったんだ。ピッ、めっちゃ遅れてる。どう遅れてない。なんか私の方が遅れてるのかそう、すごい好きなの最近マリニーさんの金ピカピカ。そう、あとはコラブさん、ほ、歌えるかな、緊張する。ほピよ、右こっちやねよいしょ、歌えるかな、緊張する。じゃあ1番までねいきます。すごい好きなの。ですね、よくライブ映像を見てもうあって鳥肌立ってるうん、あ、最強ツインテール、いいねやったね。あ、落ちてしもうた待ってね、カラオケ落ちちゃうかな。よっ、あ、大丈夫だ。最強ツイン、ツインテール、あ、ない、待ってちょっと待ってね、探すよ。あれ、前なかったんだっけ。あれ、赤さ、赤さ、さい、あれなかったんだっけ前。あ、そうだ、それで前なかったんだよね確かね。あー、ショックうん、そうか、なかったんだ。何がいいかなこんな絶好なツインテール日和そっか、ないのかね。出てて、わっ、そうなの、ちょうどしてたんだ今日うん、あ、彼女になりますか、いいね
好き。アイドルソング、なんかすごいもうザアイドルソングが好きで、ピよあない、待てなんでだろう、かかあいうえおかあいうえおかかかかあた、これですね。よし、そうなの。これはね、一回踊らせていただいたことがすごい好き。いいね、アイドルソング好き、すごくうん、はあ、あと何がいいかな、なんかね、そうなんだっけなんだかしら、なんだっけな、うん、ほ、そう、この前、そうなの、この前はねちょっと控えめにずっと裏声で歌ってたんだけど、今日はもうガンガン地声だから本当に裏返るのよね、よく、うん、あったあったあった、お、ずっとずっといいね、歌えるかな、ちょっとね、もしかしたらあやふやなとこがあるかもしれなくて、ちょっと次覚えとくね、ずっとずっとね、ちゃんと練習する、覚えて歌う、今度、うん、いいよね、本当にアイドルソング最強だと思う、うん、うん、ほ忘れそう、わかる、忘れそううん、お、君と僕の関係いいね、好き、入れちゃう君と僕の関係、あった、ほ、よしそう、すごい好き、懐かしい、よし
くらい。ちゃんともっと音域を広くしたい私。いやー悲しい。懐かしい、すごい好き。あー高いね。はあすごい名曲いっぱい。うん、お何がいいかな。あったあった、ちょっと待ってね。よしでしょ、めっちゃ頑張ってる感あったんでしょ。あーきつかった。すごい、でも好きなの。あー何がいいかな。お、ファーストラビ、あ、この前歌ったっけ、ファーストラビット。うん、なかったんだっけ、あれなかったんだっけ、ファーストラビットって。わ、落ちた。すごい、あ、待って、見て、かわいいでしょ。ハンガー、すごい落ちちゃう、待ってね、見てみよう。歌ってたっけね、歌ってたかもしれないけど入れちゃう。好きなんだよねすごく。ファーストラビット、うん、あった、ほっ。よし、そう、ここが好きなのね、イントロのとこ。気を下げたらいいんだね。本当にね、本当にね、もうねダメなの。そう、すごい苦しい高音を。あー失礼いたしました。あーよいしょ。なんかそうだね、低い曲、低い曲、なんかあったかしら、低いやつね。あ、コンフェッションだ、コンフェッションにしよう。そう、一回ハロウィンのコンフェこれですね、あるかな、あ、ないかもしれない、ないか、ないかもしれないかも。ああいうかこコンフェッションだよね。あ、ないですね。
あ、なかった。あ、悲しい。なかった。なんかちょっと探すね何がいいかな。ほっちょっと今ね探してみてるし、赤サーターね、意外とそうなんだよね、ない曲があったりするんだね。どうしようかな、待ってね。高いな、なんかどうしようかな、ちょっと待ってね。そう、めっちゃ手だっためっちゃ手。あー、どうしようどうしよう。やばいやばいだってちょっとみんなのコメントを見ることにしよう。そうする何がいいかな、よいしょ待って、君が寄ってあったんだけど、気のせい渋いねよいしょいいかな、よいしょ。初日いいね、懐かしい。ちょっと初日見てみるね。初日、初日、赤さし、あいうえお、あさ、さ、あ、あか赤さだな、稽古赤さだよね。さし、さし、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 あった、よしよしよし見てよし、懐かしい。そうだね、もう4年も前だね、早い。すごい好き、パジャドラ公演いいよね。高いそうなの、高いね。よいしょ。
ね、あっという間。パジャマ縛りカラオケね、楽しそうね、いつかしたい。なんか公演曲いっぱいしますみたいなねうん、したいね、いつか。よいしょ。歌いやすいのなんだろう、なんかさ低い曲ないかなそうなの、本当にねそうなの、なんか木をね多分下げちゃえばいいんだね。なんだろうね、うん、低いやつ探してみよううん、あ、そうね、虫歯あるかな、虫の、あった、虫歯って低いよね、うんきっと低かった気がするよし、虫歯も懐かしいね。俺は一人で激しい雨の中、ずぶ濡れ打たれてたかった、汚れた体と醜い心を洗い流そうとしてたんだ。こんな時代に何を信じて生きて、だ、あ懐かしいね、懐かしいね、いい歌、泣けちゃう、うん面白いね、エンドロールやってたね、そうだ、懐かしい、うんうん、お、1万、わー嬉しい、1万238人の皆さんありがとうございますごめんなさいこんなよいしょ、みんな何の曲が好きですか、うん、あるかな、キーのニュースいいね、好き、お、キーミーのニュース、あった、これだね、待って、君のニュースって、うんと、サビなんだっけ選んどいて忘れちゃった、うんと、うん、おーら、おめでたでね、ちょっと待ってね、高いよね、だから一個下げようかな、君のニュースちょっとキーを下げますね1、2、2、あ、2、うーん、2だな、うん、1、あ、2、2にしとこよし、あ、そう、みんなランタン持ってランタン
懐かしい。懐かしいか。合ってるかな。懐かしい。モザイクでお送りします。うん、よいしょ、よし。ほっ、ほっ、なんだっけ、なんかね、歌いたかったものがね、あったんだよね。愛の毛布にしようかな。ね。公園。公園の曲。よし、すごい好きなの、愛の毛布。よいしょ。私たちにできることは手をつなぐことかも。すごい、公園で一番好きかもしれない、愛の毛布。街のどこかで泣いている人よ、想像の鈴を鳴らしてください。ウォンウォン、人は誰でも弱い生き物、一人きりでは悲しいことに負けてしまうよ。そこにいてのするから心のドアを開いて、涙の訳を話してごらん。そうさ、私たちにできることは手をつなぐこと、いつも
いいよね、愛の毛布。すごいね、忙しくない曲が好きで、なんて言うんだろう、そう、そうなの。すごい好き、愛の毛布。ねえ、よいしな。涙が、え、本当にちょちょ切れた。嬉しいね、こんな申し訳ない、こんな。うん、いいよね、応援したいね。うん、分かりみの毛布。毛布ね、いやー、いいね、いい歌。よいしょ。バイバイバイ、お、嬉しい。じゃあ歌っちゃおう。お、戻ったかな。戻ったね。落ちちゃう。よし、ビアイビアイビアイを。バイ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 。あ、ないかな。え、そんなことはないはず。バイバイバイ。あー、消えちゃった。あれ、ないかもしれない。うん、ちょっと待ってよ。ビャビャビャイ。バイだよね。赤さたなは、赤さたなは、うん、赤さたな、あれ、ばばば、いや、ないかも。バイバイバイ、ないね。ば、バースだよね。ば、あれ、バイ、見落としてる、もしかして。ばい、うん、ないかもしれない。うん、悲しい、なかった。お、待ってね。うん、あ、ないね、悲しい。なんかないかな、ちょっとこの辺で探してみるね。うんと、うん、待ってね。あー、なかなか、うん、ば、ゆ。あ、これだ。ちょっとバイバイバイがなかったんだけど、スクロールしてたら。好きなの、これも。忙しくない曲、そうだね。今日がどんな一日だったかなんて、帰り道考えるよね。悲しいことや辛いこともあるさ、楽しいことが勝ち越せばいい。家族や友達や周りの人に心配をかけたくなくて、無理に微笑み嘘いくつかついて、君だけが抱え込むのはやめて。季節の風の向き感じたり、足元の花に気づいたり、小さな出会いにそう感謝できたら、僕らは幸せになれるんだ。夕日が沈む空を見ているか、時が
すぎるその背中は美しいだろう Yes それなりの今日が終わり全てリセットする夜が来るよ家路を急ぐ君は一人きりどうして自分のことを褒めてあげないのかねちゃんと見てあげようよ君が君らしく生きてることたけちゃったいい歌すごい好きこれもよいしょなんかいいよねいい曲そう泣けるよねわかる泣ける曲好きうんあちょっと思いついたそうすごいね私が一番好きな泣ける曲すごいねこれが好きなんだよいしょ待ってねちょっとこれをこれ好きなのめっちゃ好きよいしょあの日の歌が流れ時計が巻き戻されて涙が止まらなくなった記憶の宝物何もわからないまま夢を見てた私に手を差し伸べてくれた一番大事なことは前を向いてることだうなずいて元気が出たあなたがいてくれたからどこまでも歩けたんだ辛い時は振り返ってその姿を確かめたあなたがいてくれたから諦めずやってこられた私にとってあなたはずっとそこで優しく見守るホームタウン好きすごい好きなのよいいね泣けちゃうねえすごい好きな曲そうねあと1曲だねやばいほんとだもう27分じゃあ最後よいしょちょっとね私が好きな曲いっぱい歌っちゃった何がいいかなごめんねよいしょあ、みだまりいいねみだまりにしようよし緑と森のえ、あるよねうん待ってね NGTまあみまあまああったーよかったなんか今にぴったりだねサビがこれよいしょあ
木漏れ日の下の葉の影は時折の風に揺れながら近づく季節のその気配一足早く空をめくったカレンダーここで会おうって約束した去年の夏を忘れてないまだ恋と気づかずに別れ際口にしたこと待ってるのは待たせるより幸せな時間だよね何回も見てしまった道の向こうを君は来るか来ないのかな桃とちゃんと言えばよかった僕はそれでもときめくすごいありがとうたくさんだよねって言うてたねみんなねありがとうよしちょっとイヤホン取りましてどこいどこいあー取れない待ってねよいしょあ取れたよしオッケーあーありがとうございました長らくすみませんボロボロの歌をありがとうあもう7時半かなねえありがとうまた配信するのでぜひ遊び来てくださいみんなありがとうねえ頑張ろうね一緒に待っててねみんなありがとうあ、そう、ジップロックね。オッケー、ジップロックね。ということで、ジップロックありがとう12,412人の皆さん、本当にありがとうございました。嬉しい。よし。また配信します。バイバイありがとう、みんな元気でいてね、みんなまたね